1月20日大寒、ふうさんとのぼです。いつものように新河岸川、今日は時川方面に行きます。最短距離で時川へ。高坂の駅前にいます。事件です。タイヤのサイドが行ってしまいました。特段サイドカットするようなところを走ってないんですけど、悲しい。シーラントが漏れてます。サイドなので多分穴を塞ぐことができないと思うので、チューブ入れることにしました。今回の悲しい場所はここです。シーラントの効果はありません。ここだね。ここここここから漏れてる。空気抜きます。ビート落とします。シーラントがいっぱい。かなり硬いんだ。かなり硬いので手こずりそうです。これが取れません。取れました。これが硬い。めっちゃ硬かった。これはお持ち帰りです。これを取るのがすごく硬かったです。はい、とりあえずチューブ入れました。無事復活です。よかったよかった。チューブレスタイヤにチューブを入れる交換やりました。空気を入れるバルブのところゴムでしっかり入っているので、それを抜くのがとっても大変でした。あとはほぼ普通のタイヤと同じで問題はありませんでした。シーラントがもっとグデグデになっているかと思ったら、サラサラの白い液だったので、それも大したことありませんでした。ベタベタして後で嫌だってこともなかったです。幸いゴムの手袋を持っていたので、手が汚れるのを気にせずに作業できたのが良かったかな。手袋してると冷たくないので、冬場は特にありがたいかなって思います。今空気圧低めなんですが、チューブを入れてもそれほど乗り心地変わった感じはしません。ということで、この IRC のタイヤは乗り心地がいいということになるのかな。後でちゃんと空気入れのあるところで空気を規定空気圧まで入れるので、それで答えが分かります。タイヤ交換に時間を食ったので、オカパンでお目当てのパンは買えないかもしれません。倉掛清流の里に来ました。だいぶ整理されています。
橋は渡れるみたいです。今日も気持ちがいいです。オカパンへの近道です。今日の妙覚駅、せせらぎバスセンターへ行くバスが出発しました。乗り合いタクシーも待ってます。こっちへ行くんですよ。初オカパンです。あら、かわいい子がいる。こんにちは。よいしょ、あるかな。あ、ダメだ、オニオンブレッド売り切れた。そう、今日ね、パンクしたんだよね、自転車が。これが破壊たくて来たのに、パンクして1時間ロスったのよね。あ、悲しい。何にしようか、どうしよう。あ、予約品だって。そう、電話すればよかったんだね。電話すればいいですね。電話すればね、取っとけますね。はい、そうしよう。ね、この時間だとね、あんまりファン種類ないもんね。こしやん、次は。名前の関係になっちゃってね。うん、名前のこれ、ね、そう、うん、このアップルレーズンっていうのも美味しそうね。あ、じゃあこれ、これ、うん、いつものように美味しいパンをいただきます。肩車が回ってます。中にレーズンがこうやって入ってるんだ。見て見て、ひだまりでいいね。ほらね、ご飯もらった。次回のために電話番号を教えていただきました。おかぱんさんで美味しいお昼をいただいて戻ります。ワンマン駒川って書いてある。え、おー、かわいい桜が咲いてます。水仙もいっぱい咲いてるな。桜の時期が楽しみです。空気圧が足りなかったので渡辺豆腐さんで空気入れを借りて規定空気圧にすることができました。ありがとうございました。買い食いでコロッケです。食べてみる。コロッケパンも洗い、うん、コロッケも洗い。ここは自転車ラックとサイクリスト用の駐車場があります。美味しい方だ。今あったかったらもっと美味しいな。チューブレスタイヤにチューブを入れるとどうなるか。全体に硬くなります。そしてちょっと転がり抵抗が増すかな。やっぱり重い感じが若干します。乗り心地については極度に悪化しませんが、やっぱり硬くなった感じはします。基本的に IRC のタイヤ乗り心地はいいように思いますが、こんなにガシガシ言いませんでした。
つまりチューブレスはそれだけ効果があるっていうことだと思います。荒れた舗装面では特にガシガシ感を感じます。ガガガガガって言ってるの分かりますか？目の前は学校橋河原になります。月曜日の学校橋、これぐらいの人出です。のんびりしてます。今日は穏やか、明日は風が強いそうです。